にも簡単すぎだって、うん、よっしゃ3人とも本気出して隠れちゃうからね。みんな見つけてみてね。さすがハチャドステージだ。おい、ミノ、なんだ、ファーストステージかこれが。うわー、なんだこれ。おい、階段がすごいことになってる。やばいって。え、どこにいんの、ハッちゃん。ハッちゃんの前にいろいろ突っ込みどころあるぞ、これは。ピカチュウ、そう、やっぱ入っちゃってるじゃん。本当だ、やっぱ入っちゃってるじゃん、これは。あれ、てか、ハーちゃんの髪見えてない？ハーちゃんの髪だ。ちょっと、上げてみよう。うん、上げてみて。よいしょ。あれ、なんだこれは。これはまさか。これはまさか。あ、これはまさか。あ、頑張れ、たっくん。キャー！あ、あんたたち意識ないやってるよ。あー、ママ、終わってないよ。ダメでしょあれ、ハーちゃんの髪じゃない。ハーちゃんの髪じゃないぞ、これは。ちょっと動いた。え、何もなしに動いた、今。せーの、おりゃーって。あれ、この下にもハーちゃんいないね。あれ、ちょっと見てこれ。あ、これはハーちゃんがいつも履いてるスリッパだ。ってことは多分こういう風な感じで埋まってんだよ、足がね。そう、確かに足。じゃあこれスリッパちょっと抜いてみよう。オッケー、せーの、あれや。あれあれあれ、いない。埋もれてないってこと。埋もれてないのかもね。ちょっとさ、ここ思いっきりダイブしたいわ、うん、これちょっと思いっきりダイブしようか。やばいんじゃないこれ。いや、いないよ多分。じゃあ行くわ。あれあれ、なんか声が、え、めっちゃダイブしよう。嬉しい、聞こえるな。ね、たっくん重い。たっくん重いよって。誰が重いよってお前。誰が重いってた。あ、あ、これちょっとハーちゃんの、もしかしてつなぎ。え、でも待って、そこになんか見える。ほんとだ、なんか黄色いのも見える。なんだろう、これ引っ張ってみよう。コイキング。うん、コイキングはナーさんや。ナーさん、ナーさん、もう出てこいって。ナーさん、ナーさん、ナーさんだよ。ナーさん、どうした。これ、あの、今期の目標面談ちょっとしんどいっす。D！あー、ダメだ、 D だ。伝わんないからそんなボケできんのはナーさんじゃねえな。見つけた、見つかった。あーちゃんじゃねえかよ。あーちゃん、ちょっとタック引っ張り出してあげてよ。いやね、動けないよ。すごいよ。行くぞ、うん、よいしょ。あ、ダメだ、動かない。動かない。じゃあ班長、え、みんなお休み。寝たら死ぬぞ。やばい、やばい、雪山だよ、ここはまるで。水難船になっちゃう。水難船ダメだ、もう。頑張る。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ということで、ハーちゃん見つけた。次はタックンだ。よし、じゃあタックンを探すぞ。探そう。じゃあ、まずちょっとこの部屋さらっと見るか。うんうん、隠れられそうな場所ないよね。確かに、なさそうだね。うん、ナビゴンの後ろとか。あ、確かに、ドア。いない。いない。あ、やっぱ、あと、不思議な扉ですか。確かに、この中にいるかも。あ、いないですね。あ、じゃあ、この部屋にはいないってことでいいのかな。あ、確かに、違う部屋か。ね、ちょっと向こうの部屋見てみよう。うんうん。さあ、タッカー見つけるぞ、ね、すごい、子供部屋だね。いつも寸劇で使ってる部屋ですね、うんうん、じゃあやっぱ無難にまずはベッドのこの布団の中。確かにいるんだろう。だい、わ、いない。タッカーのことだから、うん、またポケモンになりきって隠れてるんじゃないかなと。確かにその可能性あるね。はい、タッカーか。あれあれ、タッカーか。違うよ、違う、タックンじゃない。違うね、サンドアスだと思う。あ、ボッチャー。あ、ボッチャー。前回ボッチャーだったから。あ、確かに。タックン、そんな大きくない、そんな大きくない。あー、そうだよね、ごめん、ごめん。怒ってるよ、ボッチャーが。ごめん、ごめん。じゃあやっぱ、ポケモンを隠すならポケモンの中ということで、うん、こっち側。あー、確かに、いっぱいいるもんね、こっち。うん。この辺はね、結構大きなぬいぐるみはね、うんうん、置いてるんですよね。ね、ミンティアとか、ウィンディとか。あ、ラプラスね、これはもう24時間のポケモンの上生活で、ね、めっちゃお世話になっているから。ね、タラップルー、かわいい。で、ワンパチもいて、うんうん、あと、あれ、こんなんでっかいルカリ
リオのぬいぐるみあった？あれ？私も初めて見たな。異様な雰囲気を感じる。うん、なんか隣にも。あ、本当だ！メガ進化してるルカリオ。うん？あれ？なんか全然違う。全然違う。メガルカリオはすごいかっこいいポーズ撮ってるけど。かっこいい。あれ？あれ？なんか波動弾打ったりしないかな。あれ。ぬおー！怖い。あ、リンクリンク。怖い。あ、ここじゃ。やばい、やばいのに。あ、あ。ルカリオのぬいぐるみが動いた？動いた。定位置に戻った。ああ、もう一緒や。ルカリオ、ね、ルカリオ好き、うん、許せないよね許せないよね、これは待てる待てる、バッカー見つけたー、バレたかー、ちくしょ、完璧だと思ったんだけどな。いやでもね、すごいよ、うん、後ろから見たらね、うん、特にルカリオ、ほら全然違う、おい、全然違うって、うん、とかすごい、うん、ルカリオね、あれ、あの子が全然違ういやもう似すぎでしょ、だったらメガ進化のさ、ほらルカリオをさ隣に置いてはもう差し支えない、もう完璧、ここ以外ね取れるめっちゃ落ちるな、めっちゃ落ちるよ、タオルの毛くずがもうちょっとやだ、そんなやめてよあれ絶対ないやばいやばい、ちょっと怖いって、ウシさんがフミちゃんが泣いちゃった、あ、だからあ、もう慰めようとすると、なんでそれ取れるの慰められたいよ、もうもはやはい、じゃあということで、タッカー見つけました、わーい、ということで、トクちゃんが部屋に隠れてるらしいんだけど、またまた、だってポケモンしかいないもん、いや、そうなんだよ、さっきさ、うん、タッカーのこと探しにこの部屋来たんだよね、でも隠れられそうなの、ほら見て、もう俺も入ったら全部ポケモン、えあーちゃまーよく噛むポケモン、なんだよそれソニーみたいに噛まないもん、俺は言えてるっす全然言えてないっすよ、クレーンゲームの動画の締めすごかったっすよ、あれはたまたま緊張しただけっす、いつもだよいや、そんなことより大変だ、確かに、ドキちゃんどこだ、違う、あるもの見つけた、えそれはおめえあれじゃねえか、トキちゃんの履いてるスリッパ、ほんとだ、ということはこの部屋にいることは間違いないようだな、イーヴィのスリッパだから、もしかしたらこのイーヴィフレンズがヒントかもしれない、確かに、ミーキュアさんにインタビューしてみます、うん、トキちゃんのこと知ってますか、知ってるよ、あれこれ話すやつだった、このニーフィアのぬいぐるみ知ってるの、うん、知ってるよ、あれちょっと教えてもらいたいな、それはどこだろうな、俺が波動で読み取るわ、全然つらい、あれわかってる、他のポケモンも知ってるかな、じゃあちょっとこのニョロモン知らない、あれ早っ、あー即答じゃん、知らない、なんで知らないらしい、ルカリオから問いかけられたからさ、あ、そうか、怖くて知らないって言っちゃったのかも、確かに、うん、ちょ切れてるしな、ルカリオ、うん、ルカリオずっと切れてんの大きい体の人が映ってるだけ、誰がローズ院長やねん、うん、メタモンのソファーもね、うん、なんか裏とか、裏いないな、欲しいな、え欲しい、ちょ、タックンもさ、うん、後ろ見てみてよ、オッケー、メタモンのソファーの後ろ、えちょ、なんもないっすけど、なんもないっすけどね、うん、なんもないっすよ、あっソファーの後ろばっか見てた、とんでもないものを見つけてしまった、とんでもねえな、これは、とんでもないぞ、これ多分みんなには何も見えてないように見えるであろう、ブラック階層、ブラック階層、せーの、うえぇーよいしょー、よいしょー、みんなには私の顔しか見えてないはず、やっほーみんなー、浮いてる浮いてる、怖いよ、顔が浮いてるわ、いや、わかんない、もしかしたらもう今緑の状態のトキちゃんが映ってるかもしれない、いいね、状態変わらなじゃあ、これもう、うん、使っちゃったっていうことで
かりましたよ、さすがにこれは。せーだーだ、うん、あれどうしよう、中途半端に透けてますけど、これえー、どうしよう今日ちょっとたまたま緑の服だったからマジでちょっと甘い四つ目があと隠れようみたいな感じ。あー、いいね、確かに、うん、感動の再会、うん、やばい。本当に引いてる。寝るとき枕元に立ったるから。怖いよ。みんなの前に立ったる。やめてー。これでいいっすか。わかんないなー。じゃあ普通に締める。それでは今回のかくれんぼ、私は見つけられたよって君はぜひ高評価、チャンネル登録。あ、ちょっともう一回言うわ。ずーっと見てんのよ、ときちゃんが。かっこいいからね、ルカリオ。それでは今回のかくれんぼが面白かったよ、僕も私も見つけられたよって君はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。うおーポケルン TV のイベントを開催するよ。詳しくはこの動画の概要欄をチェックしてね。みんなに会えるの楽しみにしてるよ。せーの、待ってるよ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったので猿乗りを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。